明けましておめでとうございます、山内千代文でございます、今年も一つよろしくお願いいたします。今日もですね、素敵なご縁をいただき誠にありがとうございます。キャップにつなぎおきました農家スタイルで、銀京国名物諸務課道落語、皆様のご機嫌を伺わせていただきます。去年のですね11月に、いきなりライブのアンケートの自由欄にですね、山内千代文不要説とお客様にね書かれまして、ついに来たかと、思っておりまして、やっぱりそのお客様あの下ネタが多分嫌いなんでしょうね。でこう下ネタが嫌いだって言われるのは私は初めてでございませんで、チョムカトーさんと一緒に組んでるユニットチー日本一ズっていうので、下ネタ落語をやっております。あ、下ネタコントですね、やっております。でその際にやっぱ、私演者と見ていただくお客様でこうやっぱウィンウィンの関係を作りたいと思っておりまして、下ネタを嫌いなお客様に対しましては今から下ネタをやりますと、で10秒後に下ネタをやるんで、もし下ネタ見たくない方はどうぞご退席くださいということで、10秒後に着座されている方はもう下ネタ OK だなということで、下ネタ落語をさ、あ、下ネタコントをさせてもらってたんですけれどもね。で、11月に、山内千代文不要説っていうのが書かれまして、じゃあもう一回このシステムを取り込もうということで、12月に、去年の12月に、これで今から下ネタ落語をやるので、嫌いな方は出てってください、嫌いな人は出てってくださいって言われて、その下ネタ落語をやったんですよ。で、ああこれでよかったなと、クレームも来ないなと思って、めったしめったしだなと思ったら、また同じ方にですね、今度は山内千代文お前が出ていけと今度こう書かれちゃったんですね。あれこれちょっと伝わってないのかなと思って、でアンケートの下の欄をこう見るとお客様のプロフィールみたいなの書くとこあるじゃないですか。でそこをちょっと見てみると、まず男性であるということと、あとは、年齢が2歳だということなんですね。2歳だで、右下の方にその他の欄がありまして、カッコ書き書くことがあるんですよ。そこに漢字一文字で猫って書かれてるんですよ猫がいるんだと思いましたね。で、ああこれ申し訳ねえなと思ったんですよ。で、12月に私ね、下ネタが嫌いな人は出てってくださいって言ったんですね。だから本当の間だったら、下ネタが嫌いな猫は出てってくださいって言わないといけなかったんですよ。なので、今日は下ネタが嫌いな人と猫、あとはもっと、動物もっといるかもしれないんで、もう生物としてこうね、こうカテゴリーを大きくして、下ネタな嫌いな人に限っては今から自由時間ですとにさせてもらいます。で、僕の下ネタが好きな人だけ見てくださいと。で嫌いな人は本当にスマホいじってもらって結構です。本当になんだ、電話してもらってもいいですし、LINE してもらってもいいですし、あとソーシャルゲームやってもらっても結構でございますのでね、そんな風にしてやっぱやってる私たちと皆さんでこう持ちつ持たれつ、ウィンウィンの関係をね、築きたいなと思っているわけでございます。よろしくお願いいたします。というわけでお待たせしました、ドスケベの皆様、今から下ネタ落語をですねさせていただきたいと思ってるんですけども、やっぱこうやる側と見る側でウィンウィンの関係を釣りたいなと思ってます。でこういう最たるものだというと、やっぱ病気を患った患者と病気を治したいお医者さん、これはやっぱ持ちつ持たれつでウィンウィンの関係かなと思ってるわけでございます。いたた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 た、新年早々金玉が真っ赤に腫れ上がったチョム加藤でございます。今日はですね、伊藤チンコ専門家クリニックに来ております。ちょっと入ってみましょう。失礼します。おどうも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 、ニードルのドクター伊藤ちゃんです。おチョムさん、チョムさんどうしたの今日は。あ、伊藤ちゃんちょっとねこれ見てほしいね、これこれ、あらすごいね、金玉が真っ赤なリンゴだよこれ。これどうしたの。これはね、吸引力が変わらないダイソンでね、吸ったらどうなるのかなと思って金玉吸ったら違いました。バイキンが入ってるよこれ、バイキン入ってるら赤いんだよこれね。もうすぐ取って洗うからね、もう注射してギュッと麻酔してで切るよ、切ってこうポンポンってこれをね、ジャブ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 って洗う、こう乾かしてね、これをこう入れて、日干しにしますと。これどうだい、女の子こうスースーするんですか。仕方ねえな、じゃあこれをなつけて、これつけて、あ、これこれ、おー、これ何ですか。これは犬の金玉だよ。犬の金玉入れるんですか。そうだよ、犬はなチンチンするじゃねえか、だからなチンチン入れするから替え玉にはぴったりなんだ。どうだい。ああそうですか。あ、なんかすっきりしますね。おー、でもいっぱい金玉干してますねこれ。そうなんだよな、志麻さん、いいか、なんで男が不倫をするか知ってるかな。金玉にバイキンが入るからなんだよ。だからな、うちの病院はな、金玉を払ってさ、不倫したバイキンになった子をな、金玉を洗ってこう干す。でもな、芸能人の金玉ってのはこれすっげえ汚れてるからな、こう何回も洗って干す、何回も洗って干す、これ繰り返す。だから見ろ、ほら金玉
芸能人の金玉が不倫した芸能人の金玉がいっぱいだろ。ああくしゃらららら、ああ金玉がぐちゃぐちゃになっちまった。あ、どうするんですよ、ちゃん。僕の金玉はどこにあるか分からなかったんです。あ、待って待って待って、これだ、頼む、これだと思う、これだ、どうだ。ああ、なんか多目的トイレに来た感じ。ちゃん、1万円でなとか。ってのはこれは今日でもあれだ、ごめん、我々これあれだ、年末に謝罪会見したんだけど、こう言ってる本人の発言と世間が求めてる発言がこうすれ違ってしまったな、人の聞いた。じゃあこれだ、これ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 どうか。あー、黒柳さん紹介します。俺の新しい彼女ビッチでーす。なおろかものよ、ビッチでーす。あ、ごめんごめん、これはあれだ、富士でタイヤを買いたいやつで、えらい滑ってた。あ、じゃあもう分かんねえな、もうやだ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 。これだ、これこれこれどうだ。あ、これです、これです。お、これが俺の金玉です。あ、よかった、あ、よかったよかった。でもなんでこれ俺の金玉って分かったんですか。あ、それはなんつうかな、そのたまたまです。